On December the 30th, 2022, around from 7 p.m. to 8 p.m., a strange light phenomenon appeared in the night sky. The mysterious light was witnessed by many people in China, South Korea, and here in Japan as well, and some of them were photographed and filmed on videos. In response, the South Korean government announced an official view that it was due to a rocket launch test, and Japanese scientists have also explained that way. But if it was a rocket launch test, why were the photos taken in Kyoto and Miyazaki Prefecture about 600 kilometers away to each other? 2022年12月30日午後7時から8時にかけて奇妙な怪光現象が現れました。その怪光は中国、韓国、そしてこの日本でも数多くの人たちによって目撃され、その一部は写真に撮られたり動画で撮影されたりしていました。これに対して韓国政府はロケットの発射実験、ロケットの発射実験によるものだと公式見解を発表し、日本の科学者もほぼそのように説明しています。が、ロケットの発射実験によるものなら、どうして京都と宮崎県で写真が撮影されたというのでしょうか。互いの距離は600キロも離れています。広志林、Hamama City, Japan, January the 5th, 2023.宮崎県の立花天文台の大長の方はですね、これはロケットの噴煙によるものだと説明しておられますが、本当にそうでしょうかということになるわけですけども、これがですね、当日と言いますか、韓国政府が発表したロケットの発射実験の時の様子です。これはロケットですよね。下から上に上がっていって、そして墜落してきたということです。それはわかります。これはしかし、これは韓国国内でのロケット発射実験なんですよね。それがどうして京都や宮崎県で目撃されたかということになるわけです。まあその天文台のですね、台長の説明には無理があるということになります。で、中国でも同じように、このように撮影されていることですね。しかもこの光というのはですね、ロケットの噴煙によるものではなくてですね、円錐形になっていますね。つまりラッパのようになっていて、そのラッパの中がですね、空洞のようになっている風様もですね、この写真から見て取ることができます。何よりも奇妙な点はですね、その怪光現象の下にですね、紐のようなものが撮影されているという点です。この紐のようなものについては、記憶にありました。クレアモントで撮影された怪光現象です。話を戻します。USA のクレアモントで大変奇妙な物体が撮影されていました。時期は2013年の初め頃と思われます。
Google Earth の写真の中に写り込んでいました。それをこれから皆さんに紹介しますけども、まあ、この物体がですね、何であるかということなんですけども、当初ですね、私この動画を発表しましたら風船だというふうに視聴なさる方が数多くいらっしゃいました。しかしですね、 Google の写真というのはですね、はるか高い宇宙から撮っているわけですよね。その宇宙から見て、例えば風船の高さというのはせいぜい200メートルとか、まあ高くても300メートル、400メートルですよね。宇宙から見ればですね、地上もですね、200メートル、300メートル、500メートルも、つまりは同じ距離だということですよね。まあ、そういう中にあってですね、まあ、これからご覧いただくような物体が映り込んでいたということはですね、もしそれが本当に風船、つまりはアドバルーンのような風船で、ような風船であるとするならばですね、巨大なアドバルーンということになるわけです。まあ、例えばこの宇宙から見てね、このように映っているということはですね、家の大きさと比べても、その家の大きさよりも大きいアドバルーンということになるわけです。で、今日はですね、ここでこの風船にですね、風船じゃありませんけど、UFO らしきものなんですけどもね、紐がついている点に注意してください。まあ、すべてについているわけじゃないんですけども、紐のようなものがついているのも映っていたということですね。で、この紐ということで先ほど紹介しましたね。まあ、今回、2023年、22年の11月12月ですね、30日に撮影された UFO とですね、類似点、共通点があるんじゃないかと思います。まあ、この時は、まあ、紐についてはですね、まあ、つまりはあまり注意を払わなかったんですけども、まあ、そのこれが風船だというふうにですね、視聴なさった方も多いわけですけども、またそのような視点でね、私の動画に対して否定的な動画も発表されていたようですけども、紐といってもですね、これ途中で切れてるんですよね。もしこれが紐であるならば、ずっとね、その地上まで伸びているはずなんですけども、まあ、それがないということですね。また紐があるのもあるし、ないのもあるということで、紐説は消えたと思います。また風船説も消えたということですね。で、これはまあ、やはり宇宙から撮った写真の特性なんですけども、横からまあ見るとですね、いわゆるストリートビュー的に見るとですね、地上に張り付いているように見えるわけですよね。しかしこれは張り付いているわけではなくて、まあ、その写真の特性ということになるわけですね。例えば東京タワーをですね、このような角度で撮りますと、東京タワーですらもですね、地上にペタッと張り付いているように見えるわけです。ですから、まあ、これは奇妙な物体ということですけども、まあ、要するに UFO ということですね。そしてこの形と同じ UFO がですね、その後いろんな場面で、まあ、その他の UFO と、まあ、形、色、その雰囲気がですね、一致したということで、これはもう UFO と断定して良いのではないでしょうか。まあ、ナンバー551ですから、私が2012年、13年にかけて、制作した動画ということになります。まあ、それにこのような物体が映っていたということなんですけども、やはりここで注意していただきたいことはですね、紐なんですよね。でもちょっと何を説明しているかというと、太陽はですね、太陽光線の方向を、まあ、見ながらですね、この物体は何であるかということなんですけども、まあ、奇妙なことにその反対側もやや光っているということですね。ですから、まあ、これは球形の UFO ということになるわけです。形がぼんやりしているのですね、その後、例えばボイド・ブッシュマンがですね、指摘してますように、まあ、こうした UFO はですね、飛行中は、まあ、パワーアップするとですね、何かしらの現象によってですね、まあ、その飛行物体そのものがですね、このようにぼんやりするということを、まあ、ボイド・ブッシュマンは説明しています。ですから、まあ、それもね、だん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 その後ですね、この後、いろんなその現象と、まあ、つながっていったということになります。まあ、クレアモントのこの、まあ、球形 UFO はですね、そういう意味でも非常に重要なと言いますか、資料となりました。で、まあ、この UFO にもですね、紐がついて、紐らしきものですね、がついているということです。まあ、今日は紹介できませんでしたけども、ブラジルで、撮影された UFO にも、やはり同じような紐のようなものがついていました。で、その紐からですね、小型の UFO が分離していく様子も撮影されています。まあ、紐という点からしてもですね、紐らしきものという点からしてもですね、繰り返しになりますけども、韓国のですね、ロケット実験による、まあ、その先まで紹介してきました、その、奇妙なその物体がですね、少なくとも消去法的に考えならばですね、韓国の、まあ、韓国軍によるロケットの実験ではないということになるのではないでしょうか、ということになります。まあ、クレアモントの今、その休憩
まあ、その球形ってこれは斜めから見ているものですからね、楕円形になってますけども、真上から見れば球形です。そして地上に張り付いているように見えるわけですよね。つまり繰り返しになりますけども、もしこれが風船だとするならばですね、極めて大きな風船ということになるわけありますし、この今これは森本聡さんに調べていただいたんですけども、今ピンが打ってありますね。その位置にその物体が映り込んでいたということです。まあ、ちょうどね、位置的にはですね、真東、真西を向いていたということに並んで、まあ、変態を組んでいて飛んでいたということになりますね。やはりここでもですね、2機ずつがですね、変態を組んでいたという意味においてですね、いわゆるツイン型と言いますか、いわゆる、まあ、大変こうなります。それ後ね、その後例えばワシントンパニック事件においても2機ずつ並んで飛んでましたし、直近ではですね、私の勉強会においてくださる途中でですね、岐阜県可児市のですね、鈴木 Y さんがですね、中津川市上空で撮られた UFO もですね、やはり2機ずつの編隊を組んでいました。それからエリア50で撮られた写真もですね、2機ずつの編隊になっていたというふうにしてですね、クレアモントのこの事件がですね、その後いろんな事件とつながっていったということになります。その原点にあるのはやはりこのクレアモントのこの UFO 事件というか UFO ということになるわけですね。なおかつフォートワースでね、なんて言いますか、爆発的な事件が起きたことがありますけどもね、その時にもこの形の物体がですね、そのフォートワースの上空に現れていました。で、これは東京タワーなんですけど、真上から見るとこうなんですけどもね、まあこれをずっと視点をですね、地上に下ろしてみるとですね、べったりと張り付いて見えるというところをですね、皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりですね、まあこのような方向から、角度から見たときにですね、地上に張り付いているように見えるからといって、地上に張り付いているわけではないということです。ただし、高度はわかりません。極めてね、カメラを積んでいた衛星に近いところに飛んでいたのか、あるいは本当に地上スレスレを飛んでいたか、ということかどうかについては分かりませんが、しかし、まあ、こうした物体がですね、少なくとも撮影した宇宙船と地上の間に映り込んでいたということになります。ここではですね、やはりこうで紐を見ていただきたいんですけども、右の写真を見ていただくとですね、やはり紐らしきものが撮影されているのが分かります。で、これを、まあ、風船説を唱える方は、これが紐であるからアドバルンだとおっしゃってますけども、それはありえないということです。結論ということになりますが、上の頂点、まあ、円錐形なんですけどもね、その頂点の部分から光を放っているように見えますが、この光もまた極めて不思議な光なんですよね。ずっとまあその円錐形にですね、光が下へ降りてくるわけですけども、途中でまあ水平にですね、切れていますね。この現象はですね、つまりはこのエイリアンテクノロジーの一つではないかと思います。というのは、空中から光を発したとしますね。それが途中で、きれいに水平にですね、光が途切れるということは、普通、私たちが地上、この地球でね、人間が経験する光ではありえないということになるわけです。続いてですね、ノルウェースパイラルの動画をつなげておきますけども、このノルウェースパイラルについてはですね、まあ、ロケットの噴射説が有力であり、私もそのロケットの噴射説については納得しています。という意味においてですね、ノルウェースパイラルの動画をどうかご覧になってください。ミスタージェームス・オベルク、ノーウェイ write about theNorway spiral as follows. In northern Norway in December, the sun never rises. For a few hours around the noon, the southern sky glows with bright twilight of the hidden sun passing just below the horizon. But human activity remains fixed on artificial timekeeping technologyAnd on December the 9th, 2009, residents awoke on schedule to prepare for work and school. Many were outside shortly before 8 a.m., the sky still dark
when an amazing light rose into the eastern sky where the sun would have appeared in a different season. But it wasn't a single bright shining orb they saw. It was an amazing spinning spiral that left a blue trail and lingered a few dozen seconds and then was swallowed up by a totally black nothingness.2009年の12月9日、太陽が昇らないノルウェーの朝のことでした。突然、東の空に奇妙な螺旋模様が現れました。俗に言うノルウェー螺旋と呼ばれている事件です。それについて、ジェームズ・オベルグ氏自身からこんなメールが届きました。広し林、浜松シティ、ジャパン。ノルウェースパイラル10周年を記念して発行した論文です。どうか見てください。ジェームズ・オベルグより2021年7月6日。So-called Norway Spiral of December the 9th, 2009, which was observed over Norway, was created by a Russian sub-launched ICBM, as has been proven with evidence by Mr. Jim Oberg. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, has been honored to introduce his article with his special grant to publish it with my translation. 2009年12月9日にノルウェー上空で目撃された通称ノルウェー螺旋。ノルウェー螺旋について、それはロシアの ICBM 実験の際に起きた失敗によるものだという報告がジム・オベルグ氏より届いています。私林博氏は氏の特別許可をいただき、ジム・オベルグ氏の論文を私の翻訳を添えてここに紹介できることを大変光栄に思います。広志林、浜松シティ、ジャパン。
で結論ということになります。ジェームズ・オベルグ氏自身はですね、綿密な調査と研究結果によりですね、このノルウェースパイラルはロシアのミサイルの発射実験失敗によって起こされた現象であると結論付けています。でこうした場合ですね、まあ、いろんなふうに考えられるわけですけども、このような綿密な研究論文がある以上、つまりそれがですね、つまりロシアのミサイル発射事件の失敗ではないということが証明されない限りですよね、まあ、証明されない限りですよね、つまりは次のステップへと進むことができないということです。つまりこれがですね、UFO 現象によるものなのかどうかというその一歩手前で、つまりは止まってしまう、思考が止まってしまう、まあ、研究が止まってしまうということになるわけです。でこの、まあ、こうしたジェームズ・オベルグ氏のような意見に対してね、ノルウェーの人たちはそれはおかしい、そうではないんだ、そんなはずはないというような、まあ、対立した意見がですね、今の今も続いているということになります。まあ、その判断はですね、つまりはノルウェーの人たち自身がなさることであり、同時にそれをですね、遠く日本から見ている私たち日本人にしてみればですね、まあ、ある意味でロシアとノルウェーの問題ということになるのかもしれません。ともかくもそのって言いますかね、あの当時よく騒がれましたね、ノルウェースパイラルについてはですね、それが何であったかということは、まあ、結局は今のところ不明、わからない、謎ということになるのではないでしょうか。まあ、このような、ね、論文を今日送っていただきましたので皆さんに紹介することにしました。まあ、確かにロケットが宇宙で爆発するとですね、このような螺旋模様を描くということはよく知られています。ロケット本体がですね、くるくると回りながら爆発することによる、まあ、こうした現象ということになるわけです。まあ、つまり繰り返しになりますけれども、ロケットの発射実験失敗ではないということが証明されない限りですね、つまりはそれ以上の議論は意味がないと言っても過言ではないです。まあ、つまりですね、これは私たちがUFO 研究をする上においても大変こう示唆的な意味においてですね、重要な意味を持つ論文ではないかと思います。つまりですね、それが UFO であるかないかということを判断するときにはですね、例えば私の部屋に現れた UFO についてもですね、それがゴミでない、ホコリでない、虫でないということが証明されない限り、次のステップへとは進めないということになるわけです。まあ、もう一言付け加えるならばですね、つまりはその情報の出所が確かなものであるということを証明しない限り、それが証明されない限り、次のステップへ進むことができないということになるのではないでしょうか。またそういう視点でね、私たちは常に UFO 現象なるものをですね、慎重に捉えていく必要があるということです。でないとですね、つまりこの場合は
つまりは UFO, では UFO 現象ではないかというノルウェーの方の一般の意見に反しですね、ジェームズ・オベルグ氏自身がですね、実はあれはロシアのロケットの発射実験の失敗によるものだということを、このような意見を述べておられるわけです。ちょうどその反対側の立場でね、つまりそれがその UFO であるかないかということを逆に今度は証明するためにはですね、それ以外の可能性を一応全て消した上でないと、つまりそれ以上の研究ができないということです。ということだけは正しいと私は考えています。では今日の動画はこれで失礼します。Bye for now.